ところも、うん、あら核弾頭から電話だ。なんだこれなんだこれなんだこれ、やばいぞやばいぞ。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ様です。はい、どうしたんすか。なんかいきなりどうしたんすか。なんすか。今ちょっとさ、二郎系にハマっててさ。はいはい。あ、そうなんですか。ついたさんとか食べたことあるんだけど、はい、カズンとか一回も食ったことないじゃん俺。はい、一回ちょっと旅行かせてよ。うち炎上しちゃうじゃないですか。ちょっと過激、いいじゃないよ、大丈夫だよ。過激な発言、過激な発言で炎上しますよ。ちょっと悪口言わないから、ま、ちょっとさ、今、はい、うちの近所のうまいラーンと二郎系があるんだよ。はい、それちょっと今ハマっててさ、ちょっと作り方も見てみたいなと。ちょっと見せてよ。わかる、わかりました。うちは大丈夫ですけど、本当にいらっしゃるんですか。もう行く行く。うわはは、危ない、核弾頭が来る。ちょっと先輩に言わなきゃ。大丈夫です、辻田さんはいいからね。もう決まったから行くからね。はい、わかりました。はい、お願いします。はい、失礼します。はいはい、お願いします。もうさっき電話あってよ、もう近くまでいるからって言って、もう来るよ、もう来るよ、もう来るよ、核弾頭が来るよ。炎上するよ、炎上。来た。こんにちは。なんかどっから聞こえたよ、なんかさ、人をなんかすごい化け物みたいに言うなよ。核弾頭が来た。ありがとうございます。あ、いいニュースね。一応1位、まあ、二郎インスパイアとはいえ、自分の師匠も豚骨ラーメン屋さんで、実は豚骨ラーメンをバッチリ炊いてるんですね。俺ジロー知らないんだけど、ジローこれ主流じゃん、こういう感じなのみんな。いや、全然違うと思います。へえ。うちスープも呼び戻しなんですよ。そうだよね、この間九州行った時もこういう匂いしたもん。はい、見せてよ、見せてよ、いいっすよ、いいっすよ。まあ、営業用スープの予備で、あ、こっちからラーメン作って、減ったらこれを足して、でこっちが減ったら水を足してっていうやり方なんですけど。これ何これ。豚の頭です。頭？豚の頭です。うちはちょっと生意気ですけども、二郎インスパイアで豚の頭使ってるとこ多分ほとんどないと思うんで。ああ、ちょっと独特な匂いする。はい。あ、九州の匂いする。はい。なんでうち、二郎さんが好きなお客様も多いんですけども、実は、豚骨ラーメンがお好きな方とか、あと九州出身の方の常連さんが意外と多いんですよ。へえ。はい。こっちも満タンまで。ほぼ満タンが入ってますね。へぇー。これ管理するの大変じゃん。管理結構大変です。作り置きじゃないんだ。もう家系みたいじゃん、こんなことどんどんやってたら。だから多分ちょっと背柄とか込み柄は入らないんですけども、部位が違うってだけだろ。そうです。だから自分の豚骨ラーメン屋さんってその清水愛さんもおっしゃってることをちょっと分かります。俺ね、はい、失礼だけど、あの出来栄でやってんのかと思った。やってんだ。全部やってます。自分も 2,3 年前まではずっと現場だったんで、やっぱりこのいじってんの好きなんですよ。スープいじってんの、じゃあ空気入れたりしながら毎日変わるからね。背柄とかも原骨も見た目は一緒でも、なんか入れて炊いてみるとなんか違うじゃないですか。そう毎日は違うの面白いよね。アレンジできるじゃん。おっしゃる通りです。これ飽きさせないことだと思うよ。俺も毎日違うと思う。はい、あ、美味しいの作るよりさ、飽きさせない方が難しいから。難しいっすね。難しい、本当に難しいと思います。それが一番難しいんだよね。はい。意外だな。レンジでチンかと思ってたからよ。違うじゃん。これは何、これは何、今作るか、お持ち帰り用のやつか。そうです。これをパッて入れるのか。ここの店舗で1日100から150とか、作るときは200ぐらい作るんで。持ち帰り？はい。持ち帰りを本当にそれでプラス実店舗か。はい。これ宇宙に入れるじゃないの、これ。何言ってんすか。あんなに並んでて、いやすげえな。今俺もさ、はい、あんまりジロー好きじゃなかったの。はい、ちょっと食べたことなかった。食べたことなかったから、はい、あんまり、はい、で近所に大岡さんってさ、ジロー系ラーメンできたんだよ、はい、で食べたらハマっちゃってさ、はい、うまいんだよ。すげえ、早上がりせよ、我慢できなくて言っちゃった時あった。嘘、本当に。ちょっとじゃあうちのも召し上がってください。ちょっと食べさせて。わかりました。はい、元気なかったな。どうぞ。いただきます。いただきます。あとでですね、唐辛子といっては普通のニンニクですけど、無限じゃないですけど普通のニンニク。いや俺さ、なんでハマったかっつったら、これにもハマったんだよね。その店があるんだよ、辛子が。いただきます。
まいうまい。お麺もこんな太いんだ。はい。はい。OK OK。あ、でも普通よりいいやつ使ってんじゃないのこれ。いいと思います。いいね。で、うち創業したから12年間業者さん一回も変えてないんで、麺も野菜も肉も。はい。多分結構な感じだね。で、ジローのやつ三等分だ。だからな。ないよ。本当だよね。二等分ぐらいなのか。今良くなったのか。少しはそうですね。そうですね。あれ、ジローさんはこれが主流なのこの太さが。これぐらいの太さだと思います。ちょっとお店によってバラつきありますけど、バシバシ感はちょっと違うと思いますけど、お店も逆切りしてるパターン多いです、ね。自家製麺で作られてるとこれで切ろうと思って相当抵抗あるからね。あ、なんか壊れます。機械が壊れるんですよ。機械が壊れる。え、これは普通の辛いやつ？そんなに辛くないですけど、全部お店で。いや、これにハマっちゃったんだよ、あれ多分ね。そのほうもこれある。あ、こういうんじゃないけど辛いやつある。これと、やっぱ唐辛子とニンニクが多分生命線というか。これはもうあれか、入れますか入れませんかじゃねえんだ。これは置いてあるんだ。入れたい人は好きなだけっていうスタイルにします。大丈夫かな。大丈夫です。まあ、ニンニク入れると強烈っすね。強烈に美味しくなります。いや、でも美味しい。これいくら？800円。何グラム入ってるんだってこれ。麺300円です。300で800円なの？計算できる。計算は知ってますけど。300でしょ、はい、うちの倍入ってんじゃん、これ。でっかいじゃ高いです。でも、自分の師匠が、お金は最後についてくるもんだから、そろばん弾いて商売するんだって。皆さん喜ばせろって、散々言っていただきましたね。まあ、そんな感じするよね。そうやって、ずっと手抜かないもんね。はい。お店でさ。秋葉原の店行ったんだけどさ、あすげえなと思ったもんね。今まで辻田だったんだけど、辻田さんになっちゃったわ今。あれ辻田だったんだけど、あれ見たら辻田さんになっちゃった。あれ賞金だろさ。なあ、あれも例えば一軒でやってんならわかんねえ。なるほど、だからまだ理解するよ。あのレベルを店舗展開してるってのはすごい。他のところは聞くところによって甘いっていうから、ここはもう出ないっていうもんね、二郎系。でもまあ量的に麺300食べてご飯も食べるとか少ないですけど、今でも本当に感覚がそのなんていうかな、ご飯とそのお菓子の区別がつかなくなってきてる。みんな、うちの子供なんかも特に。あ、そうか。お菓子だかご飯だか分かんないから。俺はちょっとお菓子っぽいから、ラーメンっていうのはご飯のおかずであってほしいわけだよ。あー、なるほど。はい。ご飯のおかずなんでラーメンって俺から言いました、はい、だけど今はその甘さとかうぬとか全部ここに集約しちゃって、トータル的な一杯でその完成されたものになってるなっていう印象が次郎には。ちょっと昔っぽいけどね。だけど最近甘いも食べる、子供のお菓子食べるようになってきてるからさ、甘いも食べるようになってきたら甘いも食べれるようになったんですよ。だからかなと思って。子供のお菓子残り物とかさ、ダメですか？たまに残ってるほら、これずつとか食べたりするとさ、なんかチョコレートでもあと、昔絶対食べなかったから。イメージ全くないですね。じゃあ、そらなんか甘いの好きになっちゃってさ、そういう認識でこうやってジローを見た時、ああ流行ってるのも分かるなって。全体的にそうだから、お菓子食ってて、ご飯いらないとか言うじゃん、これからって。まあ、そういう感じなのか、バカにすり方じゃないよ。だけどその区別が今、時代でさ、境目がなくなってきてるのかなって。つけ麺もそんな感じする。あ、そうですか。甘さが、あ、甘いところ多いな、確かに。甘さで、なんか分かりやすく持っていく。そう、あの甘さがいいのかな、その区別がだんだんその境界線がこうなくなってきてるなって。ご飯っていうイメージじゃないんだから、今でもね、はい、それは、俺は平均は、ラーメンはおかずだから。おかずで飯を食う。あれでご飯食うために食ってるから俺は。だからなおさらその味なんかもこうバリエーションあっていいわけで、同じおかずだったら飽きちゃうでしょ。無意識しようっていうものだと思ってるから、それは意識してやってるよね。だから普通壁にお客さんに書いて、どっか書いてるOK、いい、書いて、はい、大丈夫です。ダメ、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 ダメ
めだめだ。もう一番目立つな、誰も書いてないから。大戸屋。はい、決まる。はい、すぐ戻ります。はい、お願いします。お疲れ様でした。